公式 LINE の登録者を募集しています。登録者限定の動画やコンテンツも配布します。詳細は概要欄から。武田塾チャンネル。皆さんこんにちは、武田教務所の中尾です。武田塾教務の高田です。この動画をご覧の皆さんはグッドボタンとチャンネル登録お願いします。お願いします。中尾先生、はい、数学短期間で成績を伸ばしたい人のための数学ショートカットルートを教えてくださいと。なるほど。英語よりきついんですよね、数学は。ある程度量をやらないとね、はい、数学できるようにならないですから、これでもあるんですか、なんかこう。ありますあります。技があるみたいな、はい。まあ一番簡単なのは縦割りでやることですね。はい、共通テストで点が取りたいって人だったら、はい、まあ本当にゼロの人だったら優しい高校数学とかやって、基礎問題成功やって、まあ、短期攻略的なやつとかやって、で実践模試とかセンターの過去問とかに入るっていう流れがあると思うんですけど、一番短くしたら基礎問と共通テスト実践模試の2冊です。ショートカットにするならこの2冊だけで仕上げてくれって感じになると思うんですけど、はいはい、これを2時間数なら2時間数の範囲だけ一気にやっちゃうってことですね。全範囲 1A 終わりました、で 1A の問題集やりますじゃなくて、2時間数の基礎問やって2時間数の共通テスト実践模試やる、この分野で分けた方がいいっていうのはどういうことなんですか。そもそも覚えなきゃいけない量が1分野しかない、忘れるとかのリスクが非常に低いっていう点、かつ覚えた瞬間即アウトプットに入れるから、やって戻ってやって戻ってやって戻ってが繰り返しやすい、いわゆる理科基礎とか公民やるような勉強に近いやり方ができるっていうことです。すぐアウトプットできるから、すぐ力がついてるか確認ができると、いうことですね。今数学の成績が伸びてないってことはやっぱ勉強ちょっと苦手なんだろうなと思うんですよね。狭い範囲を短期間で習得して短期間でアウトプットして、そのやった狭い範囲は点数伸ばすっていう勉強のやり方が合うかもしれないですね。そうなんですよ。ショートカットだけじゃなくて、例えば数学基礎問全部終わりました、共通テストの問題解いてみました、3割でしたみたいな人がいたとして、そう、多分その人は基礎問の覚え方が間違ってたりとか、アウトプット向けの考え方が一切できてないと思うんで、一分野だけでも点の取り方を覚えちゃって、もうセンターの過去問も含めてバーってやりまくることで、出うるパターンとか挑み方をもう網羅しちゃえば一回コツつかめるかなと思うんですよね。例えばまあ2時間数と2時間数でコツつかみさえすれば、例えば別の分野やる時のなんか習得度が早まるというか、勉強の仕方が良くなるんですね。特に共通テストとかセンターはこれすごい有効だと思ってるんですけど、その中でも例えば2時間数とか図形のところ、あとは微分積分とか、まあ、2B のベクトルもそうなんですけど、あの辺ってそんなに問題のバリエーションがないんですよね。確率とか数列って結構バリエーションがあるじゃないですか、やっぱ整理するのが大変だったりするんだけど、で2時間数とか微分積分って大体流れ同じになるじゃないですか、毎回縦に結構やっていくことによって割と点数通るパターンが見えてくるんで、即点にしやすいし時間短縮もしやすいんですよね。これ中森先生に確か高校3年生の子相談して、数列とかベクトルが多分あんまり点取れなくて、で同じようなやり方をしたら本当に面白いように点上がりましたね。やってると分かってくるんだよね、はいはい、どうせこう来るんでしょみたいな。そうなんです、そうなんです、はい、ただちょっと注意点としては、センター試験は確かにその傾向は強い、ただ共通テストちょっとむずいんで、もし不安だったらまずセンターの方から解いて、慣れてきたら共通テストって順番でやる方が応用しやすいかもしれないなと思いました、ね、確かに共通テストはちょっと慣れないといけないとかね、だからセンターの方が割と楽に挑みやすい。今の話を参考にするなら基礎問やって、センターの、まあ、そのジャンルやって共通テスト実践模試をその後やるみたいな感じですかね。なんか時間ない人がじゃあ基礎問一冊丸々やろうっていう風に頑張るんじゃなくて、分野ずつに切って最悪終わんない分野があったとしても、ある程度ここはできるって分野作った状態で入試受けに行く方が合格の可能性は高まるってことですよね。そうです。全分野頑張ってやったけど共通テスト3割とかって、まあ、あるっちゃある話ですからね、やり方身についてないと、この話をすると、いやいやいや、お前文系だからこんなこと言ってるかもしれないけど、数学は理系がメインで使うんだから、そっちのショートカットはないのかと。そう、理系の方、あります。なるほど。これ私立の一般でも国公立の二次試験でも使える。あります。なるほど、それ聞きたいですね。ただし、前提として、基礎問レベルは置いてくださいと。なるほどなるほど。基礎問をさすがにショートカットすると必要な知識が
完全に足りない可能性が出てくるんで、理系は絶対そこはマストや、まあ、その上で優先順位を変えるっていう手があるんですね。どういうことでしょうか。例えば、はい、本来1大レベルを突破した後、はい、マージとか地方国立にレベル行くと 1A からやりますよね、普通は。まあ普通はそうですね。数3からやれってことです。例えばまあ数学の参考書の一番最初の1番2番とかそういう 1A の問題から解くんじゃなくて、140何番とかの途中から解け、数3から解けみたいな。そう、数三と絶対出る出題率が高いという分野を過去問で確認した上で、そこだけやれですね。これ本当技ありでめちゃめちゃ大事なことなんですけど、特に私立ですよね。あの私立の子で過去問とか調べてもらうと、やっぱり数三の出題割合がダントツ高いんですよ、理系の学部は。数三でいかに点取るか勝負みたいなところがあるんで、やるなら数三から入試の演習はと。でしかも地方国公立とか、はい、あとはまあマーチぐらいまでの私立だと、はいはい、割と問題集の典型問題そのまま出るんですよね。あ、なるほどなるほど、うん、下手になんかこういろいろ広くやるよりも一冊ひたすら繰り返した方が結構点は取れるっていうのはあると思うんですよ。なるほど、まんま出てくる可能性が高いと。そうそう、だからこれが本当に的中する率が歴代多いのが高いのがやっぱキャンパス。お、はいはいはい、国公立標準問題キャンパスとか、はい、武田ルートに入ってるやつだと文献の数学 の、 あの実践とか、はい、あっちの方とか、はい、そう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 、あとは入試の革新とかね、うんうん、あの辺とかは結構やっぱそのまま出る形式のものが割と出てるっていうのがあるんで、時間ない人はこの問題出たら絶対間違いないぞみたいなのを優先度高い分野からやれる範囲だけやるってことで、最悪共通テスト後でも対策間に合うってことができるっていう感じですね。共通テスト終わりから、そう、共通テストまでは共通テスト死ぬほどやって、はいはい、じゃあもう数三のこの範囲とこの範囲とあと絶対出てるベクトルと確率だけやろうみたいなことやって、うん、過去問とそれだけひたすらやるみたいな。なるほど、共通テスト終わり、まあ、40日間ぐらい国公立の入試まであるっていうふうに言われてますけど、その40日間でやるってことも可能だよと。実際これで受かった人は結構いますね、はい、なるほど、うん、すごいな。国公立志望は理系の方でも共通テスト対策最優先ですか、うん、その数三よりも共通テスト。だって共通テストで差がついたらもう勝てないからね、うん、特に、うん、要は大学の偏差値が下がれば下がるほど共通テストの配点って基本的に上がっていく傾向にあるから、うん、2次での逆転は基本的にむずいんですよね、うん、なるほど、はい、だから共通テストでほぼほぼ決まる可能性が高いと、うんうん、共通テストを最優先にして、もう最悪の最悪数三の入試問題の演習とかは、うん、共通テスト終わり40日間で分野決めてやっちゃおうと。国公立って地方だと科目数少なかったりするところも結構多いじゃないですか、はい、だから数学しかやんなくていいなら、ね、二次対策のみなら間に合ったりも結構するんで、下手に全部やったところでどうせ使いこなせないから、だったら絶対に取れる分野が半分だけでもあった方が、出やすい範囲だったらそっちは絶対点になるから、全部中途半端よりは半分を完璧にしろっていうのが基本方針ですね。じゃあ社会とか理科とは違うんですよね、うん、数学はある程度本当にやり込まないとできるようにならない科目なので、うんうんうん、下手に手を出すのが一番危ない、時間もったいないし。なのでリスクは承知の上で、でも一番残った時間で点数が高いやり方をする、点数が取れる可能性が高いやり方をするならこれかなっていう感じですね。わかりました、はい、じゃあ数学時間ない人ショートカットルート勉強法としては、うん、分野ごとに縦に解けと、うん、共通テストの実践もし千田試験の過去問とかも使いながらそれを工夫しろと、うん、私立の理系、国公立二次試験に関してはよく出る分野、特に数三から入試の演習を始めるようにと、順番を変えろという、はい、ちょっとねこう中見先生らしい指導法ということで、はい、ぜひ皆さん試してほしいですね。はい、はい、時間がない人この動画見てやってみてください、はい、今回は以上です。自宅にいながら武田塾の特訓が受けられる、その名も武田塾オンライン、詳細は概要欄をご覧ください。